本日はブログです。最近はですね、なんと紅茶が飲めるようになりました。今日はせっかくなのでね、ご飯を食べながら作業している姿をお見せしたいなと思います。最近はちょっと家でよく食べることが多くなりました。やっぱり一人暮らしなので、ちょっと外食ばっかりだと財布の健康があまり良くないので、久しぶりにちょっと揚げ物をしてみたいなと思います。一応お箸を洗ってから拭いて入れようとしたんですけれども、その拭くのを忘れてたんですよ。で、水が入ってしまってちょっと大事故が起きそうになって、もう私爆走してしまいました。十分離れてたので、もちろん火傷はなかったのですが、早速揚げ物を揚げることにしました。これですね、すでに下準備ができているものを買いました。で、私はとてもやっぱり体重が足りないので、私は結構そのほっそりしてるので、やっぱり胸肉、鶏の胸肉が必要だといろんな人に言われたので、自分もちょっと健康的でいたいし、鶏の胸肉のカツを揚げることにします。いい音ですね。結構私、そのアニメに出てくる食事シーンってすごく好きなんです。結構こう、あれ食べたい、これ食べたいってなりません？素晴らしい。私は時々あります。やっぱりそれってアニメーターの力かな。作業しながら食べようかなと思ってたんですけれども、やっぱりちょっとカツを食べながら仕事できる自信がなかったので、カツだけを食べようと思いました。このソースがついてきたんですよね。洗い物増えるのがめんどくさいし、ちょっとまだ足りないものがあったので、なんかめんどくさかったのでがっつりがぶりとちょっとワイルドな感じで食べました。あんまりちょっと見にくい姿なのでモザイクつけますね結構焼けてたんですけど、ちょっとね、真ん中がまだピンクだったので、そこだけ避けて食べました。周りはね、焼けてたんですけどね、やっぱり火が強かったです。すごくすごく美味しかったです。一人暮らしの食生活、まだまだ学ぶことがいっぱいです。ご視聴いただきありがとうございます。もうちょっとね、いろんな動画載せたいです。好き
キットだったり、いろいろね、いいねと、もしよかったら興味を持てそうな人に共有をして、また見たいと思ってくれたらチャンネル登録してくださいね。チャオ。